もっくんとこだけ、もっくんとこだけだと。まあ、まあ被害はもっくんだけだったんで、マッキーさんごめんなさい。と出てきたのはハエの送り。おっと、首またぎで立ち回る。立ち回るって言うかな、これ。なんかジャンプエースしか振ってなくね。うろこ剥がし。ジャンプエースで、はい、方向でダウン。獅子落としやったっけ、これ。クリフの技名がわからない、わからない。これがうろこ剥がし。じゃあこれ頭蓋斎と正々にしたが、まだまだぶっ込む、ぶっ込む、ジャンエースぶっ込んで首またぎ。うわ、面白くなさそう。決まり手がジャンプエースなんですけど、日本選手はハイクリフ。個人的にはこのクリフとザッパいなかったら面白いんちゃうかなと思って、クリフも対策さえ取れればある程度なんとかやけど、ちょっとご利用し強すぎません。はい、手高めて、はい、手高めて。てかこれ超流ないキャラどうするんっていうレベルなんで。はい、うろこ剥がして、うろこ剥がして。とここはホルトは張らない。ちょっと P4U やりすぎましたかね。油断しっかりとガード。マッキーが捕まえて大きい攻め。しかしここはハイジャンプで逃げる。クリフハイジャンプが高い。氷氷逃がさない。当たってこれは死んじゃうかな。マッキーディディがハイクリフを倒す。大将で出てくるのはたけしのエリーと副将大将かな。副将大将デフレさんがまだ出てない。 MGA さん出た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 。 副将大将だから、まあ、大将のたけしエリーが踏ん張りたいところ。ジョージ、エリーゲージが、ここでエリーが潰れる。ディズニーのターン、奥攻め、エリーだからの中段、中段崩れる。たまらずバースト。しかし体力には捕まえればワンチャンス。エリーゲージここでなくなる。しかし体力大幅リーダーマッキー、ドギル重ねて、ここで先生立ち配からの招き、ワンコンボ、これは殺しきった。たけしエディが一本取っていく。立ち回りに戻る。ジョージブレイクドローから前番。お互い立ち回り、体力上げゴムだがここで捕まえたとごじゃって、ディディが逃げれない。ここで逃げる。エディが騒ぎに行く。クソ技浮遊からの上下段同時攻撃。いや、このクソゲー火力は落ちてもまだ続く。ここで大将デフレのファウスト大将戦。デフレファウスト対タケシエディ。俺は檻に切る。開幕かシャーガケ。シャーガケでドギル潰してワンコンボ。もちろんバーストファウストのターン。ジャンプで逃げる。
出すと漏れたか。ちくわ、ちくわ取ったもん勝ち。またちくわ、ちくわ取りすぎ、ちょっとこれは危ない。ゲージの球のスピードが上がっちゃうよ。ファウストのもの投げは相変わらず調整してほしい。ちくわ出すぎ、ちくわ通るだけでちょっと結構ゲームの流れ変わるよ。エディが捕まえたが、ここで引き返す。追いつくから表前駅長官と追いつく。ここで回収、鉄アレでダウン奪って中段ガード、残り20秒。ここでエディが潰れる、これは厳しい。時間がないよ、残り13秒。これは削れたか。一本選手はデフレファウスト、二段カード中段当たる。しかしダウンまでは至らず、浮遊で時間を稼いで。しかし AD ゲージはまだたまらない。闘技により突きダウン取って裏だったか。しかしダメージ取ってリグジョーソンでゲージを回復。ヤギに乗る、ヤギに乗る。ワギとエディ対策がない。どうする、エディが潰れる。メテオからワンコンボダウン取れず、ここで小邪魔金たまらず走り逃げる。しかし中段が当たる。ロマキャンでごまかしてファウストのターンが続く。ブレイクザロー取れず、中下段同時攻撃。エディゲージをしっかり管理。一本差を打ち返したのはタケシエディ。ここで爆弾投げているのはデフレ。お互いに軸を入れ替える。しかしどうでと、今のはハンマーかな。どうする、テーラーに触れて、だがここはデッドアングル。大事に至る前に切り返す。ジャンハイまでつないでダメージを取る。さあこれはイモバースト、残り1割と。ここで厚かましい先生バースト警戒かな。バースト警戒にもなってないか。 AD の操作をミスってしまう。ここで表、これは見えない。勝ったのはデフレファウスト。